株式会社ロッキーは、香川県の企業、映像書籍販売のディスクインロッキーと、信長書店を運営する。関西地方の信長書店の経営会社とは全く別の会社。青年向け書店部門、信長書店の運営をメインとした、企業活動を行っている。西日本放送の情報番組、ガハハ TV、リバティクリック、今これ TV などのレンタルランキングや、 新作紹介などで協力していた。かつては、香川県内最大手のレンタルビデオショップグループ、ビデオインロッキーを運営していた。しかし、2003年6月株式会社ゲオによって、M、M&A をかけられたため、レンタルビデオ関連の業務を同社に譲渡し、ビデオインロッキーを名乗っていた店舗はすべてゲオに解消した。5本セットではリビキ、どの店舗にも返却可能など、当時としては、 画期的なサービスが好評だった。なお、ゲオグループで中国、四国地方の直営店舗事業を行う株式会社、ゲオステーションは旧株式会社ロッキーの法人格を引き継いでいた。同社は新ロッキー設立のため一度観論寺市に移転し、現社名に変更の上2004年に本店を高松市に戻している。同社はゲオの直接の子会社ではなかった。 親子関係は、下記の通り、ありがとうございます。